久保さん、久保さん、仕事場、これコンセントもありますね、はい、いや久保さん、いや久保さん、久保さん、久保さん、いや僕思うんですけど、ネットビジネス本当どこでもできますね。ネットビジネス、今から職場行こうと思うんですけど、職場、久保さん、職場、まあさっきちょっとやったんですけど、これもやってますけど、いや本当ね、どこでもできるなと思うんですけどね。まあ今からの仕事場、人いるかな、いないと思うんですけど、あんまりいるかな、あそこね、一人だけいたんだよね、ちょっとね、あれなんで、まあそこでもできるんですけど、ここ誰もいないんで、ここで仕事しましょう。はい、誰もいないですね、誰もいないです。ここソーシャルディスタンス、はい、仕事ですね、久保さん。ジリン、職場です。職場だから、まあ、この動画で伝えたいことは何かっていうと、まあ実際僕ネットビジネスやって思ったことが、パソコン自体あればどこでも仕事ができるっていうキャッチフレーズあるじゃないですか。本当にできました。本当にパソコン一台あればどこでもできるなっていう、まあ今スマホもあるんで、もう無敵ですね、無双です。なんでね、あとはまあやるだけですね、久保さんね。だからどこでもやれるというのを見せることによって、本当にどこでもやってんだなみたいなね。ね、車の中でも僕撮ってますしね。はい。で本当ね、ノートパソコンあればどこでもできますからね。本当こうやればこれで仕事できるんで、まあ実際に仕事してる人もいますけど、うん。久保さんなんかタイトルパンチありましたよね。まあ、とりあえずフライトします。行ってきます。